久保さん。いや、本当にですね。YouTube 一本でいいっすね。もう僕、あの、普通、考えられないんですよ。広告を出さず、4年ぐらい、やってるって。<laughs> <laughs> 普通、例えばね、お店を開いたとしたら、チラシとか作りませんポスティングしませんなんか広告出しませんだって、 うちのお店オープンしたよってやるじゃないですか。YouTube ね、ガンガンできれば、僕、広告起業してから一切出してないですよ。<laughs> だから一人で飯食っていく分に関しては、もう、費用いらないですよ。まあ、これがね、まあ、会社規模で、めちゃめちゃでかい売り上げとかね、なんかそういうことだったら広告は出していった方がいいと思うんですけど、一人で飯食っていく久保さんも多分、 ね、広告出したことないと思うんですけど、一人で弁食って組むんだったら、あの、YouTube だけで集客も全部で、セールスからも全部できます。ただ、僕とがやっぱ久保さんのやり方っていうのはちょっと特殊で、あのー、久保さんが言ってた通り根性ないとちょっと無理ですね。うん、だってこのシリーズだけど本当に、あの、今3000本を超えてるわけですよ。だから999本で、 まあ次の名前。999本言ったら次の名前みたいな感じで。僕、あと残り15本ぐらいの、もうシリーズの名前をもう決めてるんですよね。つまり僕のもう名前決めてる15本残りあるじゃないですか。これだけで2万本ぐらいになるわけですよ。全部やりきったらね。で、まあ、久保さんが死ぬまで多分やると思うんで。まあ、どこまで続くのかあれですけど。まあ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 。まあ、じゃあこれだけかっていうと、これはサブのサブのサブぐらいなわけですよ。 まあ、サブなんですよねサブ量が多いのは単純に久保さんから来るから送るただそれだけなんでただ量が多くなる理由はそのやり合いになってるからですよね来るからやるまた来るからやるでこの久保さんも僕もその来るからやるのペースが速いっていう返すペースがただ速くなるから動画本数が多くなるだけであって、うん、久保さんが2日にいっぺんのスペースだったらそうなるし僕も あのなんだあのそのペースだったらそうなるし、うん、お互いに返すスペースが早いと <laughs> ただそれだけですね、うん、まあいろいろ申し上げましたけど、まあ、YouTube やった方がいいと思いますよ <laughs> どう考えても、うんまあ、僕はもうずっとやりますけどねこんなおいしい無料でこんなおいしいものないので うん多分他にないんじゃないですかね。でも楽だし。慣れれば本当楽っすよ。だって脳編集で、こんな動画でいいんですよ。ね。こんな動画ばっかアップしてるんですけど、僕。<laughs> めちゃ楽ですよ。だってブログ書くとか大変ですからね。一応その形にしていかないといけないので。だからぼやきとかでもいいので。うん動画だとね。何でもいいんですよ。パン食ってるだけでもいいし。 まあでも特殊なやり方なんで、まあ一般の人は難しいと思いますけど、まあ、何でもいけますからね。本当に。だからこの境地に行くと、マジ超簡単ですね。そう。いくらでも作れるんで。だから10万本できる理由はそこにあるんですよね。まあ何でもできるんで。うん。うまあそんな感じですね。いってらっしゃい。